今日こそあれ折れたでごわす。それより俺を隊長と呼べ。はい隊長。で、何で漫画喫茶のやる気ないチェイクライなんだよ、チャップマンちっちゃくないわよ。あらやだ、なんだかやらしい響きね。空の旅は最高でごわす。気持ちいい。ドラゴンが人を乗せるには免許がいるんだ。ルタとかダメドラゴンなんて誤解だよ。言ってないから、そんなこと。うわ、豚子が泣いてる。サボタゴン、スコーピオン。うわ、スコーピオンだぜ。なんだ、ちょっと待って。バタボヤ、尊い犠牲が出た。だから今回もほとんどあんたのせいでしょうが。全然効かないぜ。よし、とどめはこいつで決める。クリスタルゾーンだ。おお、さすがチャップさん。クラウナイ、わしの最強呪文。ドワーン、ゴブさんの頭に蛇が噛みついてるでごわす。皆さん、こんにちは、こんばんは。どうも、コロコロカーくんです。そして今日は特別ゲストとして、はい、スナックワールドの新ホビーの紹介に行きました、マヨネーゼ宮崎です。よー、マヨネーゼ宮崎、初登場です。お願いします。なんか、スナックワールドのマヨネーゼ、名前が似ているような気がするけど、僕の勘違いかな。あの赤いキャップに白い服で、はい、うん、はい、マヨネーズっぽいけど、うん、マヨネーゼ、マヨネーゼって名前ですね。マヨネーゼ宮崎です。マヨネーゼ宮崎さんにですね、はい、今日はスナックワールドの新ホビーを聞いてもらったんですけども、はい、ちょっと見せてもらっていいですかね。安心してください、持ってきてますよ。のよっ、いや、これはマヨネーズですやん。間違えちゃった。なんかマヨネーゼだけにマヨネーゼですやん、これは。すいません。いや、違う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 、これじゃないでしょ、マヨネーゼ。せーの、ほっ。おー、じゃーん、スナックワールドの新ホビー、うん、ジャラです。はい。お、これがジャラか。そうなんです。なんかこうやってジャラ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 してるから、そう、ジャラっていうんですね。そうなんです。でも実は甘いな。そんだけじゃないんですよ。それだけじゃないの。これ、うん、アニメやゲームに登場するチャップが実際に身につけてるものなんですよ。へえ、あ、なんか見たことある。こうやって、うん、そう、そうなんです。ベルトループにつけたりできるんですね。そう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 。なので、あの、チャップたちのいる世界に入り込んだような現実世界とゲームの世界をつなぐアイテムになってます。へえ、なんかしかもこれよく見ると斧とか盾とか、はい、剣とかいろいろあってかっこいいですね。そう、いろんな種類があるんですけど、でもそれだけじゃないんです、はい、え、またそれだけじゃないの。そう、なんですか。実はこれ、うん、ブランドがあるんですよ。ブランド、ブランドがあるんですか。そうなんです。というわけですね、今日ちょっと持ってきたものがあるんですけど、うん、え、またなんか持ってきてくれてるんですか、はい、見たい、超見たいです。それなんですか。こちら、じゃーん。いや、それマヨネーゼだけにマヨネーズですやん。しかもさっきよりなんかでっかくなってますやん。ごめんねー。で、はい、今日本当に持ってきたのは、うん、ジャラのブランド PV なんです。ブランド PV、見たい見たい、超見たい。は、はい、チャップが愛用しているクリスタルソードの、クリスタルソードの、はい、ブリタニアエンチャントっていうブランドの PV から。ブリタニアエンチャント、はい、見ていただければと思います。はい、それじゃあ、あれやっちゃいますか、はい、あれやっちゃいますか。いますよ。準備は、はい、それでは皆さんご一緒に、せーの、マヨネーゼ。うわー、すげえ、すっごい迫力の映像ですね。でしょ、やばいでしょ。やばいです。なんか見てたら、僕もブ
リタニアエンチャントのジャラ集めたくなりましたよ。わかる、わかります。今すぐ集めたい。わかります。でも、はい、すごいな、これだけじゃなくて、うん、これだけじゃないの、はい、続きましてマヨネが愛用するブランド、テファニーのブランド PV を見てみましょう。あ、これもあるんですね、はい、PV が。テファニーのネックレス。ってことはまた、あれやっちゃいます？やっちゃいますか。よし、じゃあ行きますよ。皆さんと一緒に、はい、せーの、マヨネーゼ。うんうんうん、これまた世界観丸分かりの PV でしたね。可愛いですよね。なんか美しくも強い僕の彼女みたいで、僕の彼女みたいで、彼女にもおすすめしたくなっちゃったな、これは。なんかちょっとどうでもいい個人情報あったんですけれども、続きましてサクサクいきましょう。はい、とフェアリーエレクトロニクスというブランドの PV を見ていただきたいんですが、また新しいブランドですか。はい、フェアリーエレクトロニクスは最先端の技術に優れたブランドなんです。え、これもまた PV あるとかじゃないですか。あります、あります。お、ってことはまたあれやっちゃいますよね。やっちゃいますか。楽しくなってきたな、こりゃ。じゃあいっちゃいますよ、はい、せーの、マヨネーゼ。超近未来的。そう、フェアリーエレクトロニクスのジャラも欲しくなっちゃうな。超やばいでしょ、これすごいな。たく迷ってますね。いや本当、マヨネーゼ宮崎さん、マヨネーゼだけに迷ってますよ、僕も。そう、超本当にマヨネーゼだけに。めっちゃ超マヨネーゼです。でもね、これ見たら、はい、何ですか。ちょっとさらに迷わしちゃうかもしれないんですけど。え、何ですか、何ですか、何ですか。じゃじゃーん。え、何この最高級感のある。最後は、はい、最高級感あふれるこのクランアリーネの PV を見ていただきたいと思います。なんか超かっこいいですね。そうなの。これの V もあるんですよね。あります、あります。じゃあやっちゃいますか。やっちゃいますか。じゃあ準備していただいて、いきますよ、せーの、マヨネーゼ。やばいっすね。やばいですよね、高級感。高級感半端ない。なんかどのブランドのジャラも全部良くて、全部欲しくなっちゃいましたよ、本当に。 すごいです。でも今日4つしかブランドご紹介してないんですけど、はい、そうですね、4つ紹介してもらいました。でも、うん、キャラにはまだまだたくさんブランドがありますので。はい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 。そしてですね、そしてですね、さらにこれだけではなくて、ジャラってゲームと連動するっていう秘密があるんですけど。そうなんですね。そちらはまた今度。お、ってことはまたこのコロコロチャンネルでマヨネーゼさん登場していただいて、スペシャルなスナックワールドの情報を教えてくれるってことですかね。お任せで。出ました、お任せで。はい、ということで本日のコロコロチャンネルの動画はこれでおしま。マヨネーゼ、これでおしまいにはさせねえぜ。お、なになに、いきなり強気。マヨネーゼ宮崎のマヨネーズ3秒クッキングスタート。何ですかそれ。今日はマヨネーズケーキ。マヨネーズケーキ。大丈夫ですか。はい、なに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 、え、はい、え、何するんですか。え、
ま、え、ケーキですよこれ。え、いいよ。え、ちょっと待って。え、できた。さくん召し上がれ。これで完成ですか。これまずいとは言わせねえぜ。え、ちょっと待ってください、ね、いけるのかなこれ。じゃ、結構ガッツリかけていきますね。おいしそう。うまい。いやー、美味しかった。マヨネーゼ、ごちそうさまでした。はい、というわけで今日の動画はこれで本当におしまいですが、はい、8月12日売りのですね、はい、コロコロコミック9月号にはですね、スナックワールドとジャラの情報たっぷり載っておりますので、こちらもチェックしてください。それでは、ということで皆さん、ジャラでー。最後はマヨネーゼじゃないんで。